堀江正彦は日本の外交官、カタール中殺特命全権大使、マレーシア中殺特命全権大使、地球環境問題担当特命全権大使を歴任した。2012年以降、国際連合、万人のための持続可能なエネルギー諮問理事や、マレーシア工科大学、草間国際公科院担当特別教授を務めると、共に現在は、 国際自然保護連合の理事、明治大学学長特任補佐、京都大学特任教授、筑波大学客員教授を務めている。IUCN 関連国際会議岡山県津山市出身。1969年大阪大学経済学部を卒業後、渡米し、1971年、中院大学大学院経済学修士課程を修了する。 1973年大阪大学法学部を卒業し、外務省に入省した。1975年には、フランス国立行政学院に留学している。2011年3月15日、東日本大震災に対するマレーシア政府及び国民からの支援に感謝の意を表した。堀江大使は被災者や福島第一原子力発現所の状況について説明したほか、 海外のボランティアの受け入れが難しい現状についても言及した。また、マレーシア国民からの多数の追悼と激励のメッセージが寄せられたことについては時折言葉を詰まらせながら語った。2011年4月28日、離任。離任に先立ち4月26日に行われた記者会見では日本はマレーシアから多くのことを学べるルックウエストを心がけるべきだと述べた。 2007年にマレーシアに着任して2011年に離任するまでの間、ホリエ大使が精力的に努力を傾注したのは2001年当時マッハティール首相が小泉首相に対して要請した日本式工学教育を行う大学をマレーシアに設立することであった。その努力のかいあって2011年の離任直前の時点で日本マレーシア国際公開に帰国後は 地球環境問題担当大使として2015年12月の気候変動枠組条約のパリ定約国会議 COP21 まで5回連続して定約国会議に出席し京都議定書に変わるパリ協定の成立に貢献した堀江大使履歴在マレーシア日本国大使館2011年5月14日閲覧特別職国家公務員の最終職状況の 公表について、外務省、ホリエ中マレーシア大使が記者会見、マレーシア国民の支援に感謝。南国新聞、2011年5月14日閲覧。ホリエ大使が離人記者会見、ルックウェスト日本はマレーシアから学ぶべきと語る。南国新聞、2011年5月14日閲覧。官報号外、第230号、令和2年11月4日。 ありがとうございます。